どうもー、えー、今週のぼやきということで今週ももうね1週間経っちゃいましたね先週から言ってまあまあいろいろありましたよ今週もいろいろあってですね、えー、まあまあね一、えー、日として同じ日はないというか、えー、そういう感じで一日一日,日濃いんですけども、えー、あっという間という感じもしますし考えたらもう3月10日というねなかなかこう えー、時が経つのは早いなと思っております。まあ、お酒、えー、水曜日なんで飲ませていただきます。これは、えー、ラフロイグですね。ラフロイグの、えー、ハイボールになります。ちょっと贅沢なハイボール。もうなくなります。もうなくなる。もう終わりですね。もうラフロイグは。あー、ほんまにこのスモーキーさがちょっと癖になりますね。このスモーキーさ。えー、結構癖になる、うん、味ですね。美味しい。 そしてですね、今日の日本酒はこれ、えー、これです、えー、見えますかね、晩酒一献というね、えー、お酒をこれ、冷やで飲みます。えー、この晩酒一献はですね、こう先週、草津市に行ったんですね、先週、草津市に行ってですね、特地酒店というね、なんかこう、ほんまにお酒のプロがやってはるような感じのこう、えー、店構えのね、 えー、お店があったんでこれは入ってみようと思って入ったんですね。そこで、えー、っとですこれ次まーす。そこでね、えー、そこの、えー、マスターに部屋でね部屋でで僕は初心者なんでこう、えー、日本酒素人なんですけども部屋で、えー、なんかおすすめありますかと言ったらこの万酒一本ですねこの万酒一本を勧、えー、めてくれはったんで、えー、買いました。 で、これはですねちょっと辛口やけどもフルーティーな味やということでですねこれね、えー、飲みたいと思いますああああフルーティーですフルーティーほんですごく飲みやすいですねこれこれどんどん飲んじゃうような感じの、えー、日本酒ですねかなり美味しい でそのマスターが言ってたんですけど日本酒をね覚えるというかねそのこう味を分かっていくためにはいろんな種類のね、えー、日本酒を飲んだらどうですかって言われてですねほんで自分に合うもんをこう探すと辛口甘口いろんなもん種類のものを飲んでいってあこれいいなっていうのであったらそれに対してこういうのが美味しかったですってそのマスターに言ったらですねまたこう、えー、近いものをこう教えてくれたりとかするっていうことをやったんで、えー、なかなか面白い。 これうまいですこれはうまいうーんでですね今日の、えー、ジャンクフードはこちら、えー、知ってる人は知ってますよね、えー、プライドポテトですねこれもまた小池屋、えー、小池屋のプライドポテトということでですね、えー、僕結構プライドポテトは結構好きでですね うん、美味しいですよねこのプライドポテト別に100円ちょっとでこれ小池屋小池屋はなかなか面白い、うん、こんな感じですねこんな感じで、うん、ああこれ海苔ですね海苔塩っちゅう感じしますわ、うん、海苔塩っていう感じがするうまいうまいあああれです 1>, 1週間ぶりの前言ったらお酒でですねでつまみがこのプライドポテトののり塩ということでこれうまいですねこれもどんどん食べてしまうような味ですねうんうん、うん、うまいうまいですねで今週ですね今週ちょっとお客さんにね いただきものがあってですねこれ,なんですこれ、れ今日ね、作って食べようと思ってるんで、これ、なんだか分かりますかね、これはですね、あのー、非常食ですね、非常食。で、えー、そのお客さんがですね、その仕事柄ね、こういう非常食をこうもらわはることがあってですね、えー、その一つをちょっとこう、えー、譲っていただいたというところです。これがだから、えっと と2021年これ見えますか2021年3月で賞味期限が切れるんですね3月でだからこうそのままこう捨てるもったいないということとまあ,あの非常食ってこんなもんですっていうのをこう僕にこう教えてくれるというか試しみっていう感じでこうくれはったんですねでこれ五、えー、目ご飯ということでこれ今日のこう晩ご飯ということですね結構なな量になるらしくて えー、開けて、ですねそこにこうスプーンと、ね、脱酸素材をこう出し取り出して熱湯で、えーまあ、まあ線のところまで入れるとほんですぐにかき混ぜてチャックを閉じて、えー、熱湯の場合は15分待つとあなるほど、そうすると出来上がるということですね。で えー、もし水でやったら60分ということでだから熱湯がねそのあの非常事態というかそのこの非常食をね使わなあかん時になった時は熱湯がない場合がありますよねそういう時は水でもこれはできるということでちょっとねどんな味するんかなっていうのをちょっと食べてみたい、えー、非常食僕初めてですねまあ乾パンとか食べたことありますけども こういう感じの非常食は食べたことがこういう感じのね、非常食は食べたことがないんですけどもなんかあれですねあのーそのお客さんも言ってましたけど今はね非常食も結構味を求められる時代やと昔はねお腹を満たせばいいだけやったんですけども今はこう味を求められるようになってるということでそういう時代なんですねほんで特にこう災害とか多いんでねあのーそういう非常食をほんまに食べることがあるんでしょうねだから あのー、美味しい味っていうのがこう求められるということですね。で非常食っていうのは結局こう,こういうふうに賞味期限が切れそうになってっていう状態が一番いいですよね何もないっていうことですからあ何もなかったな賞味期限切れ,へん切れるんやなって言って食べる、えー、それが一番ベストということで非常食っていうのは食べるためにこう作られてるというよりは、えー、その役目を果たさないことがこう 喜ばしいことである、えー、食べ物というね、えー、こう珍しいこう食べ物かなというふうに思いますまあまあ、えー、いただきたいというふうに思います、うん、ちょっと日本酒のマますこれうまいうまいですね、うん、今週はまあまあえー、っとですねまあ ダイエットのことで言うと、ちょっと、えー、あまり思わしくなかったですね。えー、で、まあまあ、うん、ちょっと反省しつつですね、ちょっと来週にこう、生かしていきたい、生かすっていうか、その、来週でこうどうなるかなっていうのをこう見ていきたいなと。ちょっと体重が77キロ台でちょっと止まってるんでね、えー、今年の1月は74キロやって、去年は74キロで。 収まったが3キロ増えた状態でそこで止まってるという状態なんでうん、なんとかこう、うん、したいなともうちょっと絞っていきたい。ただ体調的にはものすごくいい状態ですよね。体力もすごくあるし、すごくいい状態ではあるんですけども体重だけ見るとね、その数値だけ見るとあまり良くないという感じかなというところですね。うん。ということで結構時間がもう8分過ぎてますね。 まあ商売も徐々にこう良くなってるけど、そこまでこう良くない時もあるという。うん、まあだからこそ面白いんでああったりその喜びがあったりはするんでしょうけどもね、えー。もうちょっと頑張ってやっていきたいというふうに思います。この後はですね、僕はドラマをドラマというか、えー、そうですねドラマを見ようと。 酒飲みながらドラマを見であとまあ手作りピザとかもちょっと作ろうかなと思ってます手作りピザ作ってあとこの安心米というこれをね <laughs> 食べようかなというふうに思っておりますということで今週のぼやきでしたどうもありがとうございます